开门那好偶像皮肤里拉子哟。はい、というわけで皆さんご無沙汰しておりました、コイムです。ね、前回のおジャンピラジオから早数ヶ月ということがございますけれどもね、ヤホー、ま、参りましたね、参りました。でこれちょっとぶっちゃけて言いますけれども、テイク2なんですよ。テイク2、テイク1はね、ちょっと録音ソフトの不調によりちょっと完全にこれが本当のおジャンピーみたいな感じになりましたんで、退屈やっております。まあ結果的には良かったんですけどね、大ハプニングがありましたから、まあ、今回はもうさらっと呼びます。西日暮里の母こと里奈さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。里奈さんじゃないです、焼き芋です、よろしくお願いします。どうも、こんばんは。最初のやつって撮れてるんですか、大事件。あれはね、強制終了したのに取れてないんですよ。ああ、そうなんだ。ええ、ビビりましたね。びっくりしました。気管支に水が入って大変なことになったんだよね。このなんかね、このリバーブってこういう感じのね、リバーブって言うんですか、こういうのどうなんですか。ちょっとなんか聞いたことある感じですけど、なんかこういう喋り方の俳優さんいましたよね。声優さんですね。あ、そうなんですか。まあまあ これがねちょっと不調を起こしましてね、録音スイッチを入れた途端ジュワーンって謎の音になって、そして2人ですすり笑う声が響くという大変、おジャンピーなことになりましたけども、そのおジャンピーラジオっていうのがですよ、はい、もともと1時間ラジオ、そうですね、懐かしい頃ですね。そうです。で今回が第6回ということですけど、リニューアルして30分間ちょいということなんですけど、はい、ジャンピーラジオっていうのは最初に実はその、募集したんですよね、ラジオタイトルを。そうですね。そして決まった名前なんです、これは。だから皆さんのね意見がこう反映されとるわけなんですわな。大丈夫かな、これ取れてるかな。取れてますよ。これはしっかり取れてますよ。大丈夫ですよ。ただいま2分59秒を刻んでおりますから。じゃあ安心してください。OK ということで、ええ、もう思う存分歌ってください。なんで。せっかく撮ってるんですか、やっぱりね、ちょっと美声のほど。いや、私はダメだ。はっきりとした断りいただきましたけど、いやそれにしてもね、本当久しぶりですね。この表面的なこのなんていうの、動画でこれ私の話になりますけれども、誰かとね動画をやるっていうこと自体が私復帰以来初なんですよ。7月に1回お休みして。そうです。それ以来ですよ。復帰第1弾ですよ、先輩、あ、先生。どっちでも同じようなもんだけども、違うわ。で何回かね、これまあちょっとコイム TV の方の話になりますけど、へい、どうぞ。普通に話ができないのかな。私の普通はこんな感じですよ。忘れましたか、先生。覚えてますけど。まだ幻のオープニングのショックがね。そうですね、あれはちょっとなかなかブロークンハート的な本当に感じになりますよね、あれ。何なんだろうね、今何言おうとしたかも忘れました。グッズグズじゃないですか、先生。グズグズですけど、ええ、お休みしてて、はいはい、その後何回か、うん、コイム TV の方でやってる、はいはい、おすしさんがね、はい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 、出てくる動画あるじゃないですか。ありますね。であれがいつなのかとか、はい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 、
そういうやり取りはしてましたけど、してましたけどね、まあ、こうやって動画でね、動画というかラジオというか、はい、なんちゅうか発表していく的なやつ、喋るっていうのも何もいいかもしれない、考えてはいたんですけど、そうですね、まあ、まず最初にラジオで復活しようじゃないかと。そうです、いや、ということで撮ってやっぱりね、おそしーさんはね、もう一番そのリクエストが多いんでね、ありがたいことに。そうですね、先生のところにも来てると、はい、来て、いうことでございますから、これはねそろそろ来ますよ皆さんっていう感じで言っていいのかな。言っちゃったからにはね、言っちゃったからにはそろそろ来るかもしれませんけれども、あれなんですよ、はい、ね、確かね6月の、あ、違う、7月の上旬ぐらいに、はいはい、その話し合いをして、まず7月の前回のね、そのジャンピーラジオ第5回、うんうん、ワールドカップの、予想ゾーンのやつですね、予想しましょうって言って終わってるんですよ、はいはい、その後に次のラジオどうし、次どうしましょうかっていうので7月の末ぐらいに、うん、第6回を撮って、7月の末に第6回、はい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 、で8月の頭ぐらいか中旬ぐらいにお寿司を取ろうっていう話をしてたんです。あ、そうですね、そうだったんですね、そうそうそう、そしたらいつの間にか実写系エヴァンゲリオンみたいな感じにもなってて突然姿を消すっていうね、残念なおじさんです今こんな感じでやるの本当に久々ですよね。久々ですね、だってね本当、足自体がそのね、私っていい？ほとんどその他の方と絡みがないですからね、今。それをまあちょっとね、いろいろな心の準備をしつつ、このように復活してきたということでございましてですね、おめでたいじゃないですか、これは。おめでたいのはおめでたいんですけども、どうです、今コイム TV で実況動画と実写版やってるじゃん。やってますね。いやこれはね、ちょ、未だにこれよくわかりません。悩んでます、うん、未だに悩んでるし、手応えをつかもうと、模索中で ございますね。やっぱりなんでそんな今日カミカミなんのカミカミなのも昔からだっていうのを思い出しておくれよっていうね。いや昔もちょっとね、マシでしたか、頻繁にやってた時は流暢でしたよ、はい、なるほどね。これ対人恐怖症ですか、これ私。違います。椎茸帽子のカンタロウあたりの時なんかもう滑らかでした。ああ、そうですね、あの時はもうノリノリでしたからね。まあ、上半身裸でしたからね。再生リストに載ってますはいはいはい、まあ、そんなこともありましたけども、いやまあこのラジオもね、こう第6回目を迎えましての、このしかも久々ということで、そうですよ、まあ、どういう感じでね、まあ、この実写版そして実況やってて、おちゃんぴラジオもやろうかなっていうことで、じゃあいつも通りフランクな感じでとりあえず、そうですね、でそうだよ、あ、ごめん、パンパンいただきましたけども、ジャンピーラジオが、はいはい、実はね、うん、1周年なんですよ。あ、そうですな、忘れてたでしょ。ええ、まあ私も忘れてたけども1周年、祝1周年でちょっと待って、これいいですか、1周年で6回って何なんだっていうね、はい、最低でも12回はやろうよっていう。南米ヌシロンも、はい、今のところ私の方で一回南米、私の動画で南米ヌシロン出てますけど、そうですね、4回で終わってますから魔の4回の魔の4回、そうですね、それおそしーさんもそうですし、おそしーさんも今第4話で終わってます。そうですね、だからこの第5話に行くか行かないかっていうね、第5話は
行ったの。ああ、お寿司がね。はいはい。で、それを考えてるけど、まあ、これはもう行っちゃったから。いや、まあ、それはね、タイミングはどうであれ必ずやるっていうのはもう公言してますからね、私は。お寿司はね、ただお寿司さんがちゃんと来てくれるかどうかですからね。あとはあの人は、お寿司、あの人は時間にうるさいですから。うるさそうだね。それでですよ。その久々だから、はい、1周年もあって、まあ、こうフランクのとこしてるわけですけど、ですけども今回は前編後編に分けてお送りしてやろうじゃねえかっつって、そうですね、30分ということでやろうかなと。豪華前編後編ですよ感じですけど、はい、これもどうですか、こう一挙取りするのもありだしね。昔ね、のばっちさんからのコメントのリクエストで、はいはい、うん、特番みたいなのっていうリクエストがあったんですよ。あ、増刊号ですね。増刊号とは言わないけども、はいはい、特別、はい、なんかだから要するに特番特番、はいはい、それを一回特番組みたいですねみたいな話もラジオの中で二人でしてるんですよ。うんうんうん。それがね、まさかの、どうしましょう。特番ですか。特番、このラジオで特番っつうのもね、これあれですか、もう生放送とかですか。まあ、生放送、最近のね酔っ払い動画で多い生放送感覚。なぜか酔っ払うと生放送感覚がすごい多くなるっていうね、セリフが小泉さんね。そうなんですよ、なんかねいい気分になるとね生でお届けしちゃうんですよね。最近釣りもまた趣味で、昔ねハマってた釣りもやってるし、釣りもね行きたいなっつってね言っておりますけども、 ただね、はい、金欠ですから。そうなんです、このねガソリン代っていうのはねバカになりませんな、昨今では。ええ、確かにね。でしかもこれちょっと言っていいのか分かんないから言わないけど言わないんですね。買い替えがあったりとか。あ、なるほどね、はいはい、うん、そういう話も出てますから。そうそう、ドクターマーチンのペーチ、うんうん、買っちゃったよみたいな、うん、結局そこ買うんかいっつってね、金欠だっつってのに。私のドクターマーチンのブーツ、あー見ましたよ。あれがね、はいはい、まあ、小泉さんがドクターマーチンの、ブーツっていうのは結構女の子に流行ってて、まあ、愛子さんとかキャリーパミューパミューさんとかねが履いてたりする、まあ、あれはレッドタイプなんですけど。そうですね。何色持っとるんですか。私全部黒です。あ、全部黒、おいいですね。で、え、全部黒ってことは何ですか。3ホールと8ホールとみたいなこと。まあ3かな、1回ってこと。でもこの間見せてもらったやつは8ですよね。そうですよ、はいはい。そのね説明をねするんですけど、はいはい、深見さんがそのドクターマーチン買いましたよっていう動画をアップした後に、うん、私がその前から高校生の時からなんだかんだ言って私と小泉は同じ時代を歩いてるんですよ。まあもろ一緒ですからね。同じ時間って言いそうになって危なかったけど。何者なんだって。そうなんで、はいはい、まさに高校時代とかもドクターマーチン履いてたし、はい、っていうので、もう今家にあるのが、うん、3個か4個ぐらいかな、この家にあるの。それは全部同じ8ホールの黒いドクターマーチン、要は初代から2代目3代目みたいな、そういう襲名会議が行われたわけです。わるわるわるですね。一番古いのは、一番古いっていうか、
ちょっと違いますね。なんだろうこれ。あ、その形がちょっと違うのかな。形がねちょっと違うんですよ今のと、はいはい、あのつま先のところに鉄が入ってるやつ、あれも欲しいんですよね私ね。あれね、私ただそのドクターマーチンって、うん、サイズが難しいですよね。そう、あの 今は女の子の一般的なサイズでも結構入りますけど、はいはい、普通より大きいのかな。全然大きいです。大きいですよね。つま先からだいたい2センチ3センチぐらい大きいのは当たり前ですから。だって私この間買ったやつ、普段27センチですけど、まあ、27センチ買ってインソール2枚入れてちょうどいいですからね。だからドクターマッチは結構規格が大きいのかもね。大きいです。私が24ぐらいなんで、もうなんだろう、かなり紐の、わかりますかね、紐、はいはい、ブーツの紐をギュッと締めて足首で固定するみたいな。あ、そうですね。でもなんかそもそもそういう風な履き方みたいですね。ものすごい時間かかりますよね。わかります。あれもううんってなっちゃいますよね。居酒屋の怖がりかよってなっちゃいますよね。だからあれ履いて、それまあ居酒屋行ったとするじゃないですか、はい。でまあ、居酒屋でスリッパを用意されているところとかあったり、はいはい、ありますね。でしょ、はいはい、でないところもあるんです。ないところもあるとっていう時に、あ、ちょっと洗面所行きたいなっていう時に大変なことなんですね。そうそう、これどうしようかなと思って。それ緊急を要する時だったら大変なことになりますよ。緊急を要した時はちょっと履きやすそうなお靴を拝借して。なるほどね。行ってきますけど、ね、そうなりますね。そんなフランクトークでお届けしてますけどもこれが1周年ですよ。いいじゃないですか。これがね、これがいいんです。1周年って言ったら今、はい、コイム TV の方はもうだってそうですよ。いいね、ね、丸2年にもなってないんだよね。なまったけどもね。12月の末で、2年足掛け3年目になるのかな。2年が終わると丸2年が終わりますね。早いもんですよ。結構その半分ぐらいはなぜか知らないけどお暇な時にお邪魔してる。そうですよ、圧倒的な。そうですよ。で、私の動画の方には去年までは、はい、最も多く出ていたおじさんですね。ええ、今今年1回も1回しか出てない。そうですね2回か。あの時すでにお寿司の裏話を、はいはいはい、撮影裏話をしている1時間雑談がありましたね。それだけ。はいはいはい。あ、それオンリーですか。それ1本だけ。2本だけ。2本だけなのね。2本だけなの。なるほどね。だから、今コイム TV とか、本当なまっちゃったな。コイム TV とかコイムラジオのコメントに書いてくださってるモーベルさん、モベオさんが、はいはい、一番出てます、私の動画に。確かによく見ますね。そうなんですよ。最近ツイッターも始めて。え、モーベルさんツイッター、あ、やってたか。やってないんです。やってなかったんですけど、はい、口を酸っぱくしてもやれと、やれいと言って始めたんで、もしかしてあのリクエストとかそういうのが、コイムさんフォローリクエストとか行くかもしれないですから。はいはい。私は基本的にあのどなたでもフォローを返しますんでね。もしフォローされてたら返してると思います、すでに。で、コイムさん、私のツイッターを最近見ました？どのツイートですか？ツイッターね、話は終えましょうか。ツイッターっていうものをね、ほとんど見てないね、最近。たまに
あのツイッターに行って鬼のようにツイートして、それから去っていくっていう、そういうスタイルを習得しましたんでね。完全に江頭さんじゃないですか。そうそうそう。あのワンポイント起用です。今度江頭さんの写メ送ってあげます。あの渋谷のね、はい、前送ったか分かんないけど、はい、渋谷のスペイン坂スタジオで、はいはい、タイツで上は、はい、上半身裸で、はい、ラジオなのに、はい、テレビと同じ格好でブースの中で喋ってる江頭さんを写メ撮ったのがあるんで、へ送ってあげるよ。ちょっと一回会ってみたいですね。どんなテンションなんでしょうね、あの人は。ただまあこれ失礼な話ですけど、こう男性の私としては会いたいと思いますけど、女性的にはあまり会いたくないんじゃないですか。どうなんですか。いやどう、それとも同じ格好で踊り狂うと一緒に、そういうスタイルですか。なんだろう、一緒に収録はしたくないですね。あ、なるほどね。多分普段おとなしい方なので、それはなんとなく想像がつきますね。ただ一緒に収録するとなんか時々テレビで見るんですけど、ジャニーズの方が、うん、プスマっていうね、ちょっと引っかかるかわかんないですけど、はい、番組があって、うん、あのジャニーズの方がね、はい、江頭さんに技をかけられてまして、その後あの手に傷がついてたんで。アイドルですよ。なるほどね。これかなりやばいですね。で、収録はちょっと結構まあそういうレベルじゃないですけどね。で、私のツイッターをちょっと見てみたらいいですよね。ついに顔出ししてます。マジ？マジですよ。やった。でもいいとこしかいないんです。動画の中でも何回かね、顔出ししてる写真をね、例えば何分ぐらいに数秒プッとか入れたりはしてたんですよ。はいはいはい。だけど完全にもう吹っ切れて顔出ししてます。今。え？見えたね。あった。ちょっと待てよ。さあ今すいませんね、これすいませんね、こたつの中で喋ってる感じになってますけども。そうですね、これが1周年のおジャンピーです。よし、保存しましたよ。いいですな、歌ってますね。おめでとうございま す, す、ありがとうございます。これはおめでたいですよ。まあ、どの辺がおめでたいとかわからないけど。いやいやいや、やっぱりなんかいいじゃないですか、このこう一皮むけた感っていうんですか、この蛇が脱皮するかのようにね、一つ大人の階段登ったわけですよ。なんかね、あのマスクさすがにちょっと正面は嫌かなと思って。あ、なるほどね。でもこれじゃまあ、うん、あの人相はわからないですね。あなた正面見てるじゃん。見てますよ。あの市販台の市販のあれはね、市販台ですよ。でさすがにちょっとよ横で。なるほどね。いやでもいいじゃないですか。あのなんなら今度マスク送りましょうか。まずこれ欲しいなと思ってるんですよね。今これっていうか、はい、コイム TV の例えば食べ物食べますよっていう時とか、はい、あのタバコに火つけるときに火ライターが見にくいからって一回後ろ向いてましたけど、はいはいはい、スタジオジブリのアニメのね、うん、キャラに出てきそうな、わかりますかね、ナウシカとかラピュタとか。あ、わかるわかる、はいはい、わかりますわかります、はいはい、確かにそうですね、言われてみれば。それ欲しいんですよ。いや、売ってたら本当送りますよ。売ってるでしょ、売ってる、ドンキホーテとか。そうそう、買ったのドンキなんですよ。あのゆとり T シャツとかもですか。ゆとり T シャツはね、全部あれアマゾンです。眠い T シャツとかソムリエ T シャツとかは、
これね、あれってわざわざ例えば次の実況でこういうの撮ろうかなっていう時に、うん、先に注文しとくんですか、いろいろバーって面白そうな T シャツの。そうですね、もうソムリエ T シャツとかは例えばあのもう飲酒動画やってたんで、あもうこれしかねえやって言って注文しましたし、ゆとりは、ゆとりはたまたまです。だからゆとりダイエットっていうネーミングはあの T シャツからなんですよ。あ、そうなん、そうなんですよ。逆なんですよ、皆さんが思ってるのと。多分ゆとりダイエットってやってるからゆとり T シャツを着てるんだろうと思ってると思うんですけど、ゆとり T シャツを持ってたから、うんうん、その今自分がやってるその自分でも三日坊主の自分でも続けられるそのダイエットをゆとりダイエットって名前にしちゃおうかっていうね、そういう発想に行き着くわけなんですな。でその結果今マイナス15でしたね。そうですね、激痩せですよあのじゃあ眠いは、眠いは眠いことが多いからです人間たるもの。一括注文とかしないの？一括注文あんましないですね。眠くなったなと思ったらアマゾン開いてポチッと。やっぱり眠い時にあれ見たらもう買うしかないじゃないですか、人間ってものは。だって眠いんですから。私の発想はねそういう感じですよどんな変人だと。それ、まあ、動画用にね、はい、そうですよ、もちろん動画用ですよそう、あんなのね街中来てたらね、おジャンピーズ完全なる眠いっていう眠いんですかって言われますよ。とかね、家とかの中で、はい、家とかの中でっていうかもうやめとこうものすごいこの人アピールしてるんだなと。そうですあのゆとりなんて着ようもんならねゆとり世代じゃねえだろおっさんって言われますからねそれ言っちゃダメだってゆとりとかもありますけど、このマスク欲しいんです、とりあえずねえ。これちょっと本当に今探してんですよ、あったらちょっと送りますよ本当に。あのぜひあそれをかぶって動画を作ってほしい。ああなるほどね。はい。なんかああいうの作ってくれるとこないんですかね。あるんじゃないですか、小道具的な。ね。ただこれは結構いいもの見つけたなと思いましたよ。そうなんですよ。あの今このラジオの後ろにそのマスクの映像出てると思いますけどこれねこれ人相がね絶妙にわからないんですよ。そうなんですよね。そう皆さんね大体その予想してると思うんです、私の顔をね大体。だけどねまるで違うんですよ、撮ると違う、うん、違う、見事に違う。それでいて自由に飲食ができるとこんなねいいマスクないわけでございましてですね、まあ、一番面白かったのがコイム TV で今お買い物に行ってきたんだけどもっていう時に、なんでそのマスクの上にサングラスかけてるのかなっていう、ね、でまさかのケミストリースタイルっていうね、帽子かぶったりしてましたよ、あのマスクの上からね。それドクターマーチンの時にそうですそうです、ハットかぶってましたよね。そうです。どんだけ私見てるんですかとかすいませんなんかみたいな。しかもあれドクターマーチンのブーツ履いた後に、はい、一回外出たでしょ。はいはい、はい、外、はい、うん、歩きに行きませんでした。あ出ましたよ、スッとで戻ってきてで、ちょっと玄関じゃなくて違うところに置くみたいな。そうですそうです、その通りでございますよ。だいたいまあ私もドクターマーチン新しいの買った時はそうですね。そうですね、だいたいね新しい靴買った時はそうですね。で一回やっぱりねこのなんていうんですか、外に履いていく前に家の中を無意味に歩き回るっていう現象が起きますね無意味に歩き回って嫌だ
うーんとかって言いながら、いいねとかって一人言いながらね。で、あれ必ずちょっとね腰が痛くなるんですよ。あ、なりますね。痛いところ歩くと。はいはい。かかとの部分、ソールが高いんでね。うんうん。ちょっと減らしたいなっていうね。あ、なるほど。それであの伝説の気候に及んだわけですね。そうですよ。はい。坂を自転車で降りながら足でブレーキをかけてかかとを削るっていうね。そうですそうです。それはあれですよ。眠いから眠い T シャツ買うみたいな発想と同じですよ。一切手は使いません。そういう問題じゃないっていうね。あの良い子は真似しないで。良い子は真似しないでください。ね、聞いてないって。そんなこんなでてんやわんやでお送りしました。前編ではございますけれども、先生今何分ですか。もうちょうどいい、ちょうどいい感じですよ。何分ですか。30分ぐらいですよ。あ、そうなんだ。まあそんな話してるんだね。ごめん、じゃあ前編後編と分けますか。このままね。じゃあそうですね、一回閉めますか。じゃあね、ちょっとこれもう あれじゃないですか。一回閉めるならもう、あ、いいか。何、いや、一回閉めるならもう、次回はじゃあ何ですか。6回目の後編になるの。じゃあこれが6回目です。だから前編ですね。6回目の後半、後編、一周年記念6回目、ここ後編。なるほどね。はいはい。そういう感じで行きましょう。じゃあね。はい。じゃあそれで行くなら、ちょっと一回反省会をしないといけない。いいでしょう。というわけで、長らく、お話を聞いていただきまして、誠にありがとうございました。すいません、本当にもうなんかフランクな感じでね、とりあえずやりたいということだったんで、こたつトークでやりましたけど、お送りしました。ここだけちょっと触れたいんですけど、はい、第5回と第4回、はい、コメントいただいた方、ありがとうございます。特に、ソフィーさん、第4回の時に、ダイエットの方法をコメントくださってたので、はい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 、そうそうそう。すごくね、丁寧に有酸素運動について書いてくださってたので、ありがとうございますっていう。そうですね、ありがとうございます。言いたかったなと。ありがとうございます。はい、はい、それではまあ次回は後編に続くということでね、お別れしましょうか。はい、先生、わかりました。はい、それでは皆さん、さようなら。いや、後編に続きますよ。